神奈川県初のワイナリー。農家嫌いで育ってきたんですね。やっぱり汚れるのとか。一緒だ。うちも実は元々農家なんで。松さんもしかしたら親戚かもしれない。じゃあもしかしたら遠い遠い。ぜひワイン作りも一緒にできたら嬉しいなと思ってるぐらい。ちょっとやらない？まあ、乗っかってきたい。乗っかって。はい、鉱石敏夫です。はい、どこですかここ。実はですね、ここ2020年に神奈川県初のワイナリーなんです。ワイナリーがあんの川崎に。はい、早速なんですけど、ちょっと雨なんで、中入りましょうか。すごくないですか。すごいね。庭っていうんですかね、これ。なんなのこんにちは。どうぞお入りください。ここお店なんですか。ここ普段ワインスクールをやっておりまして。あ、やってるんですか。はい。なんでここ川崎でやられてるんですか、ワインが。そうなんです。っていうか、できるんですかワインが。イメージがそうだと思うんですよね。はい、多分川崎区とかあちらの方ですと今農地が全然ない状態だと思うんですけれども、はい、川崎市の中でもここ麻生区というところはまだ自然が残されていて、はい、でまた麻生区の中に岡上というちょっと特殊な土地がありまして、そこはちょっと川崎市から離れているので、はい、自然がまだ100ヘクタールほど残ってるというちょっと特殊な町になります。ここで畑から本当にブドウを作って 100% 川崎さんのブドウで作ってます。すごい、初めて知った。というか、でもそもそもこれ入り口がかなりハードル高いじゃないですか。入り口ハードル高いですね。ワイナリーをもう作る、はい、ね、持つっていうだけでも大変だし、それを川崎で やりたいっていう、はい、おっしゃる通りで、ありがとうございます。かなりですよね。すごく大変で、で私も別にワイナリーを最初やりたいとかっていうわけじゃなかったんですけれども。あ、そうなんですか。ワイナリーをすることによって農業を発信することができるし、はい、川崎にとってどれぐらい農地が大切なのかっていうのがちょっと発信できるツールなのかなっていうふうに思って取り組ませていただいたんですね。はい、これなんか特許みたいにいるんですか。ここでワイナリーやりますみたいな。あ、必要なんですね。必要なんですか。はい、でワイナリー、さっき大変とおっしゃったんですけれども、ワイナリーって基本的に年間6キロリットル、はい、約8000本のワインを作って売るっていうところができないと免許が出せない。うわ、はい、そうなんですか。はい、でどこで修行したとかっていうのもやっぱり出てくるので、もう皆さんやってらっしゃる方は海外の大学だったりとかで醸造学学んだりとか、そういうのがないとなかなか免許が下りないというところもハードルとしてはあるんですけれども、ただなんかここの地域でワインを作る醸造だけであれば、はい、私はやるつもりはなかったんですけれども、はい、川崎という地を活性化したいし農業を守りたいっていう思いがあったので、はい、ここの地のブドウだけでやりたかったんですね。そうするとまたハードルが高い。高いですよね。そうするとそんな量を作れないやつに免許は出すかっていうところなんですけれども、はい、その中で構造改革特区っていうのが国からありまして、はい、その中でハウスワイン特区っていうのがあるんですけど、農家自ら川崎市内で作ったブドウのみを使って醸造していいですよ。そしてボトルは販売してはダメです。ただ自分で飲食店だったり民泊を経営していればそこでのみグラスで販売できるよという。なるほど。ちょっと複雑なんですけど、いろんなハードルがあって、はい、それを乗り越えて、はい、今があるわけですもんね。はい、農業に入ったのが、12年ぐらい前なんですけど、はい、ずっとヘアメイクのお仕事を都内でさせていただいてて、はい、ここら辺に帰ってくるたびに都内からどん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 緑がなくなっていくという現象があって、あ、はい、であれば代々農家で生まれたので、どうやって農地を守れるかなというところから、はい、ワイン作りっていうのは発信力があるので、はい、伝えられるかなと。すごっ。ってやってみます。すごい。それじゃあ12年でここまで作り上げたってことですか。そうです。それまで全く私はもう虫も嫌いですし紫外線も浴びたくない男なので、松さんに逆に聞きたいんですけど、川崎地域面積ってあるじゃないですか、はい、の中の農地面積って何パーセントだと思いますか。何パーセントなんですかね。大使にお答えいただきたい。何パーセントなんだろう、はい、全くちょっと想像がつかないんですけど、はい、20% とかですか。その10分の1でございます。 2%。そんな低いんですか。そんだけしか川崎市に農地って残ってないんですね。で農地は減ることはあって増えるという制度がないんですよ。
そう、だからこれから減ることしかないんだったら、ね、今最後の最後砦になって残さなきゃいけないと思ってて、今日は大使にそういうこともお願いしたく、あら、訴えていただきたいなと思ってなるほど、強い思いがここに来ましたね。すいません、熱い思いがそこにありまして、2% です、約 2% しかないので、次世代に残された人たちに、ね、与えていくものとしては責任かなと私は思って取り組んでおります。すごいですね、そのたかだか12年で。そうですね、これここまで形にしちゃうっていうのは、いえいえ、ありがとうございます。もっと身近なものなんだよっていうのは伝えたいなと思ってるので、皆さんと一緒に作るワインを目指したいなと思って作ってます。それだけ私も川崎というところに熱い思いがあって、で今日お話しいただいた時に松さんが川崎をすごい活性化したいということを聞いて、はい、僕すごく嬉しくてでも思いは一緒ですね。なんかそうですね、はい、うん、なんかその気持ちがすごく嬉しくて、今日は熱く農業のことを押し付けてみようかとうちも実はもともと農家なんで。え、そうなんですか。そうなんですよ、高津区で。高津区で農家やってたんですよ。あ、そうなんですか。農家やってて、まあ、そこでプラスアルファは父親が造園業やっててっていう感じ。松さんもしかしたら親戚かもしれないいや、松さんのご出身のあたりに、はい、私親戚が多くてですね、はい、それも皆さん農業やってて。あ、そうなんですか、はい、じゃあもしかしたら、遠い遠いね、松さんの農園を作っていただきたいなと思ってます。あ、いいですね、農家の遺伝子が入ってるってことを今日伺ったの で、まあ、そうですね、ぜひワイン作りも一緒にできたら嬉しいなと思ってるぐらいなので、ね、ワイン作りしたいかも。ほら、ぜひ、はい、いや、なんかちょっと面白いぜひ乗っかっていきたい乗っかって便乗して、まあ、どんな高いワインよりもやっぱり自分で作ったワインが私は一番いいかなと。あとはなんかそんな、ね、はい、やっぱね、ワインって高いじゃないですか、はい、これ踏み込むとやばいなっていうのが昔からあったのよ。なるほどこれ踏み込んだらキリがないなっていう。そっかそっか、おっしゃる通りです。もうその通りで何も言うことないですそう、のめり込んだのがあったけれど興味はあるってことですよ。大好き。作ると飲んだ時に黒見えたりするんですよ。味わいの時に、あ、こういう香りが出てるって時は畑でこういう環境のところでこういう苦労して栽培したんだろうかなっていうのは見えてきたりすると、またそれが作り手さんのことを思うと面白くて、やっぱお金だけじゃなくて安いワインでもそこに対する苦労とかっていうのもワインで見えてくる時があるので、それはもう作り手さん、私ちょっと農家嫌いで育ってきたんですね。やっぱり汚れるのとか一緒だ一緒だ一緒、はい、なので農業っていうのはやっぱり守りたいし、はい、いいものだって伝えるためにも、まあ、両親がやってきてそれが汚いのもなんか見てて辛かった部分だったので、なんかそういうの変えられるかなっていうのはワインにあって、畑でブドウを作る人のことを作り手さんっていうふうにワインの方は呼ぶんですね。でなんかすごく大切にしてくれてる感じはあるんですけど、はいはい、普通の野菜作ってる人に対してはそんなこと言わない、なんか農家のおっちゃんぐらいな、はい、感じなんですけど、やっぱりなんかリスペクトがそこに見えるってなると、ワインからスタートですけれども、この後はいろんな野菜にもそういう風に農家に対するリスペクトをなんか込めてもらいたいなという風に思ってます。はい、すごい、なんかこれで一本いけそうな本当にすごい、うん、私の会社で100種類以上野菜は作ってるのでなので自社のレストランではもう仕入れることはなく、自分の畑から取れたものだけでお料理を作って、すっごいですね。農業は無限に可能性があるとは思ってます。もう仕入れるんじゃなくてもう作っちゃうダメですよ。ファームトゥーテーブルじゃないですよ、自分で持ってくべきなんですよ。すごいですね。松さんの田んぼもよかったら。本当ですか。はい、ちょっとやらない、ぜひ。松さん、はい、いいですか。もちろんです。これちなみに種類はこれで何種類あるんですか。ですね、去年収穫した2022年のワインはスパークリングワイン、白ロゼで、赤ワインを今3種類と、はい、ヌーボーを作ってます。ヌーボー、ヌーボー、ヌーボーって何ですか。ボジョレって聞くけどボジョレーヌーボーってフランスの中のボジョレーという地区があるんですよ、はい、そこで採れたヌーボー、新種っていう意味なので、はい、今年の新種のボジョレー地区のワインを飲みましょうってことなんですね。
なので私は川崎のヌーボー、川崎の新酒っていうのは11月3日に解禁って決めてるんです。勉強になる。ずっとボジョレ・ヌーボーってなんだろうって思ってて、はい、ぜひ川崎ヌーボーを解禁してください。これ普通の我々とか手に入るんですか？ボトルでの販売は禁止されてるので、何かのきっかけでこうお渡ししたりとかそれ以外、あとはもうグラスでしか飲めないというふうになってるので、それはここでしか飲めないんですか？こことレストラン、レストラン、お店はどこでやられてるんですか？新百合ヶ丘の駅の近くでやっております。行こう。行きましょう。ってことで、はい、行っていいですか？はい、もちろんです。ありがとうございます。はい、やってきましたね。やってきました。この一番奥？奥がそうみたいです。なんか雰囲気あるもんね。もう、はい、ここだね。うわー、おしゃれ。おしゃれよ。で、早速、はい、行きましょうか。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。いいですか？はい、ありがとうございます。すみません。うわ、おしゃれ。ここで大丈夫ですか？はい、どうぞお座りくださいませ。めちゃめちゃ素敵じゃないですか。こちらでお料理を作っております。山田さん撮ってるんですか？妻もお店立ってるので、はい、どっちかがここにお店いるんですけど、はい、早速、最初はですね、あのサラダとキッシュ、新玉で作ったキッシュをお出ししたいなと思ってますので、はい、お待ちください。おしゃれ。じゃあ先にワインをお注ぎしますね。すいません。こちらは前菜と合わせて召し上がっていただければと思います。ちょっとね、苦味は強いと思いますけれども、どうぞ召し上がりください。いいですか？はい、いただきます。おー、おいしい。ありがとうございます。飲みやすい。飲みやすい。まあ、苦味があるっていうのは分かりますね。あ、そうですね、はい、少し苦味が強いと思います。はい。で、こちらすいません、お待たせしました、前菜ですね。で、手前がですね、キッシュになります。で、そちら新玉ねぎ、畑で採れたものを使った、はい、キッシュになっております。で、もう一つがサラダなんですけれども、あの自家農園のいちごを使ったドレッシングになってますので、いちご、はい、結構酸味がしっかり出してますので、ワインと相性いいと思いますので、お召し上がりください。いただきます。めちゃめちゃうまいじゃん。めちゃめちゃうまいじゃないですか、これ。よかったです、ありがとうございます。うん、いちごだ。いちごの味が、はい、ドレッシングでしっかり出てると思うんですけれども、いちごジャムとかじゃなくて、なんかちゃんとドレッシングになってるから、マッチする。ちょっとなんかね、新しい食べ物になってるよ。あ、そうなんですね。なんかさっぱりしていいですね。しかもワインで、やっぱりなんかお食事だけよりもワインだけよりも、こうやって合わさった時の、そうですね、はい、時の方が相乗効果が生まれると思うので、さっぱりして美味しい、オール川崎の食事を楽しんでいただければと、でこれでね、リセットされるの。またなるほど、だから前菜に合うワインだ。ほら、リセットしてくれるんだよ。次味わっていただきたいのがですね、はい、フラッグシップにしてるんですけど、ロゼワインになります。ピノノワールというブルゴーニュ地方で取れる品種を使っております。はい、普通先ほどワイン作る時に酵母入れるって言ったんですけど、これ酵母入れずに周りの畑にあるブドウについてた酵母だけで発酵させるという野生酵母という作り方してます。なので一切あの地域にあるもの以外を入れてないワイン。なるほど、はい、ちょっとこの酵母がですね、少し梅のような香りがするのがこの地域の特徴なのかなというふうに。梅、はい、香りを楽しんでいただければと。やっぱこれがロゼっていうのはお食事に一番合うものになりますので。そうなんですか。はい、でもマジ最近ね、ワインばっか飲んでるんだよ。あ、そうなんですか。店で。あ、さっぱり、美味しい。ありがとうございます。美味しい。次のお料理がですね、季節野菜のオーブン焼きになります。はい、なので畑で採れた野菜だけで作っているので、はい、カロリー抑えめになっております。はい、焼き野菜の感じなんですけれども、あのいちごも中で火入れると味が変わるので、どうぞあの火傷気をつけて召し上がってくださいませ。ちょっといただきます。これやばいぞ、ちょっと。なんすかこのいちごが効いてる感じ。あ、これもいちごなんだ。
ごい。え、いちごって焼いててうまいっけ？すいません、お誕生日おめでとうございます。そんな流れですか、マジですか。ありがとうございます。おめでとうございます。まさかの。すいません。直の絵のいちごでできた。かわいい。スフレチーズケーキになりますので、どうぞ吹き消してお召し上がりくださいませ。ありがとうございます。Happy birthday to you。すいません、ありがとうございます。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 松ファームができますように。おめでとうございます。いや、これは嬉しいな。ぜひ来年はあの松さん自分で作ったワインで誕生日を祝っていただきたいなと。最高じゃないですか。思います。いただきます。何食ってもうまいわ。いや、最高にうまい。いかがでしたか。いや、もうね、今日はね、山田さんに洗脳されてる今。もうなんかね、川崎市を愛する人間として、はい、ここまで思いが強い人は、もう福田市長の次なんだよ。マジで。で、さらにやっぱりさ、こう、こっからさらに広がっていくでしょ、多分。なんかまだ途中な気がするんだよ。なんかまだ過程な気がしてて、だから僕今、完全に洗脳されてます。もう、ね、それぐらい、素敵だったってこと、今日のお話、今日のお時間が。マジで松ファームやろうとしてますもんね。いや、本当にいいですか。はい、もちろんです。で、多分どっかにその農家で育ったんで、その血入ってると思うんですよ。なんかすごく似てるんで。ありがとうございます。なんかあんまりその昔農業好きじゃなかったなとか、うん、昆虫苦手だしな俺なみたいなところはやっぱちょっと若干似てる部分もあるし、同じ川崎を愛する市民としてはちょっと今後末永くちょっとありがとうございます。お付き合い、泥だらけになってしまうので。あ、それは全然大丈夫です。本当ですか。大丈夫です。それは私はちょっと泥に入りたくないので。入りましょうよ一緒に。でも子供のなんか田んぼ作業とかもやるんで。ああ、本当ですか。はい、一緒に泥だらけになりながらね。はい、いや、じゃあいい、ね、ということで、はい、マジでちょっと松ファーム、はい、作りたいな。ちょっと、はい、動きましょう。はい、そしてお店もかなり素敵なんで。 ありがとうございます。プライベートでもぜひ来させていただいていいですか。もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで以上、川崎敏夫でした。バイバイ。話していただきました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。俺はまあ生飲むけど。じゃあ私も生。あ、生で、はい、嫌いじゃない。そんなさ、はい、話を何でも答えます。どうなの、e-girlsは大変だった。女優さんとしてはラブシーンは OK なのかとかさ。相手によりません。相手によるんかい。会ってみたらめっちゃかっこいいとかあるじゃないですか。誰誰誰。ちょっと止めてください。松本敏夫、改め川崎敏夫、みんなで川崎を盛り上げていきましょう。